ただいまから野田内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。はい、本日天皇陛下の信任をいただきまして正式に内閣総理大臣に就任をさせていただきました。国民の皆様に私の野田内閣が取り組むべき課題とそして私の政治姿勢についてお話をさせていただきたいというふうに思います。まずは本論に入る前に3月11日に発災をいたしました東日本大震災において尊い命を失われた犠牲者の皆様に心からご冥福をお祈りしたいと思います。また未だなお不便な避難生活を余儀なくされている被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げたいと思います。ただいまお悔やみとお見舞い申し上げました。この震災からの復旧復興、私どもの内閣については菅内閣に引き続き最優先の課題であるというふうに思っております。この震災の復旧復興、これまでも政権として全力で取り組んでまいりました。しかし仮設住宅の建設であるとか瓦礫の撤去、あるいは被災者の生活支援、一生懸命取り組んでおりますけれども、まだ不十分というご指摘もいただいております。こうした声をしっかり踏まえながらですね、復旧復興の作業を加速化させていくということが私どもの最大の使命であるというふうに思います。加えて何よりも最優先で取り組まなければいけない課題は原発事故の一日も早い収束でございます。福島原発の炉の安定を確実に実現をしていくということと、原発周辺地域における放射性物質の除染が大きな課題でございます。第一次補正予算、第二次補正予算、それぞれ除染については対応してまいりました。しかし、より緊急に、より大規模に、その除染を推進をするために、まず予備費の活用をさせていただき、そして引き続き、東日本の大規模な除染を国が先頭に立って、省庁の壁を乗り越えて実施をしていく必要があると考えております。また、特に、チルドレンファーストという観点から、妊婦、そして子どもの安心を確保するために、全力を尽くしていきたいと考えています。代表選挙の時にも申し上げさせていただきましたけれども、福島の再生なくして、日本の再生はございません。この再生を通じて、日本を元気にするとともに、国際社会における改めて信頼を図るという意味からも、全力で取り組んでいきたいと考えております。もう一つ大事なことは、世界経済におけるさまざまな危機における対応でございます。私は産業空洞化の回避、エネルギー制約の中での経済の立て直し、加えて震災の前からの危機、財政の危機にしっかりと対応することによって、国家自体の信用危機に陥るということのないように、すべての危機に対応策を講じていきたいと思います。まずは歴史的な円高で、空前の産業空洞化の危機を感じざるも得ません。財務大臣の頃から、必要なときにはさらなる為替介入も辞さずとの姿勢で、各国と連携をしてまいりました。これからも各国ときっちりと連携をしながら、対応をさせていただきたいと思いますが、国内的に円高対策は
待ったなしの状況だと思います。立地補助金の拡充、昨年来経済対策の一環として約1400億円規模の立地補助金の講ずるということをやってまいりましたけれども、さらなる拡充が必要であるというふうに認識をしています。そしてこの円高デフレの中で賃金をしている、特に資金繰りでお困りになっているたくさんの中小企業があると思います。中小企業の資金繰り対策などの経済対策を果敢に実行をしていきたいと思います。合わせて円高、もちろん今の震災から立ち直ろうとしている日本経済に、経済の実態からも、あるいは金融面からも悪影響が出つつありますけれども、一方で円高によるメリットというものもあります。先般、海外の資産や、あるいは企業を買収するようなことができるような1000億ドルの対策も講じましたけれども、こうした円高メリットも活用するような対策も引き続き講じていきたいと考えております。次に、エネルギーの制約克服についてでございます。電力は経済の血液であります。国民生活の基盤であります。今年の夏の計画停電を回避できたのは、産業界の皆さん、そして国民の皆様の節電のおかげでございました。短期での需給不安を払拭しながらも、中長期的な電力エネルギー計画を見直しをするということに取り組んでいきたいと思います。当面はストレスチェック等々を踏まえて、安全性をきっちりと確保しながら、地元の皆様のご理解を前提に、定期検査の原発を再稼働、規定方針に従い、安全規制は保安人を経済省から分離、こうした体制づくりをしっかりと行っていきたいと考えております。財政健全化については、待ったなしの状況です。ただし、私は決して財政原理主義者ではありません。現実主義の対応をさせていただきたいと思います。成長なくして財政再建なし、財政再建なくして成長なしと何度も申し上げてまいりました。このバランスを取るというやり方は、これからもしっかりと堅持をしていきたいと思います。その前に、徹底的な無駄削減のための行政刷新を推進をしていく決意であります。加えて、政府・与党の間でまとめました税と社会保障の一体改革、成案については、それを具体的に実行をするべく、与党内での議論をさらに具体的な制度設計に向けて進めていくとともに、与野党の協議を丁寧に進めさせていただきたいと考えております。こうした厳しい状況の中、先ほど申し上げたとおり、震災からの復旧・復興、そして原発、こういう問題からのまず危機を乗り越えることと、今申し上げたような経済が今直面をしているさまざまな危機を乗り越えること、これが私どもの内閣の当面の、そして最優先の課題でございますけれども、こうした危機によって内向きになっているだけではだめだと考えています。今こそ海外に融資をし、世界の課題を解決し、人類の未来に貢献をする、高い志を持ちながら、海洋、宇宙への取り組み、あるいは豊かなふるさとを作るための取り組み、人材育成にフロンティアあり、こういう考え方のさまざまな政策の推進も進めていきたいと考えています。新興国が台頭し、世界は多極化しています。アジア太平洋を取り巻く安全保障環境は大きく変動しつつあります。こうした中で、時代の求めに応える確かな外交・安全保障政策を進めなければなりません。その際に、軸となるのは、私はやはり日米関係であると思いますし、その進化・発展を遂げていかなければならないと考えています。昨晩もオバマ大統領と電話会談をさせていただきました。私の方からは、今申し上げたように、
日米関係をより深化、発展をさせていくことが、アジア太平洋地域における平和と安定と繁栄につながるという基本方針をお話をさせていただきました。国連総会に出席をさせていただく予定でありますけれども、直接お目にかかった上で、こうした私どもの基本的な考え方を明確にしっかりとお伝えをするところから、日米関係の信頼、そのスタートを切っていきたいと思います。中国とは戦略的な互恵関係を、これも発展をさせていくということが基本的な姿勢でございます。日中のみならず、日韓、日露など近隣諸国とも良好な関係を築くべく全力を尽くしていきたいと思います。なお、経済外交については今まで通貨や国際金融という面で私なりに取り組んでまいりましたけれども、これからはより高いレベルの経済連携、あるいは資源外交等々の多角的な経済外交にも積極的に取り組んでいきたいというふうに思います。特に元気なアジア太平洋地域のその元気を取り込んでいくことが我が日本にとっては必要だと考えています。こうした観点からの経済外交の推進にも積極的に取り組んでいきたいというふうに思います。先ほど国連総会についても多少言及させていただきました。今般の日本の原発災害経験を教訓として、私どもが今取り組んでいること、教訓としていることについても発信をしていきたいと考えております。早急に主要国の首脳と信頼関係を築くべく、どんどんとこうした海外の主要国との皆さんとの交流も深めていきたいと考えております。以上、私の基本的な当面の課題についての取り組みと、政治姿勢についてのご説明とさせていただきました。もっと申し上げたいことはいっぱいありますけれども、理念としては、まさにこの国内においては、何度もこれまで申し上げてまいりましたけれども、中間層の厚みがあったことが、この日本の強み、底力でした。残念ながら、被災地も含めて、中間層からこぼれ落ちてしまった人たちが戻れるかどうかが大事だと思います。そうした視点から、まさに国民生活が第一という理念を堅持しながら、中間層の厚みがより増していくようなこの日本、社会を築いていきたいと思います。そして、内政が安定して、政治が信頼をされて、一つ一つ課題を乗り越えていったときに、ようやく外交力の源泉が生まれてくるだろうと思います。目まぐるしく動く国際情勢の中で、一国財政主義、一国経済主義に陥ってはなりません。そのことをしっかり十分留意をしながら、まず内政で安定した基盤を作りながら、そして元気になった日本が、これまで以上に国際貢献ができるような、そういう体制を一日も早く作れるように、全力を尽くしていきたいということを、復言をさせていただきまして、まずは私の冒頭のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑に移ります。指名された方は、まず所属とお名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。それではどうぞ。それでは水島さんどうぞ。幹事社の時事通信の質問です。総理、よろしくお願いいたします。野党との関係についてお伺いいたします。総理が呼びかけました震災復興や税制改正に関する立務者協議ですが、自民党の反応を見ますと、どうも慎重なようであります。具体化に向けた筋道を総理はどのように描いていらっしゃるんでしょうか。また大連立を視野に入れているというお立場には変化がないのでしょうか。それから自民党は参議院補正が成立した後に衆院の解散を求めておりますが、総理は過去の著作でですね、正当性のない政権が国政の舵取りを担うことは好ましくないという趣旨の記述もされておられますけれども、現時点での衆院解散に関するご見解を教えてください。はい、どうもありがとうございます。昨日ですね、自民党谷垣総裁、そして石原幹事長で、公明党の山口代表、井上幹事長と、お話をする機会を頂戴をいたしました。私の問題意識は、今率直にこの日本の抱えている課題、その問題意識を共有をしていただくとともに、そしてそれについて、まさに国難でありますので、一緒に信頼関係を築きながら、
政策実現をし、そして一緒に成果を上げていきたいという思いから、自分なりの思いをお伝えをさせていただいた次第です。で、具体的には当面は、今ご指摘のあったとおり、復旧復興です。復旧復興策、それぞれの党によってそれぞれの提案があります。そういうものを踏まえて、第三次補正予算に結実をしていきたいと考えています。そのためにも、これは同じ土俵に乗って十分議論できる被災者のために、国民のために、お互い政党制覇の立場を乗り越えてですね、早急にですね、課題解決のその成果を出すことができるのではないかという思いでご提供いたしました。で、加えて、第三次補正を作る際には、まだ税制改正、租税特別措置の問題はクリアをしました。寄付金税制などの一部の政策税制についてはクリアをしている。ただ、税制改正の本体が残っているんですね。法人税減税等々。その議論を第三次補正と合わせて行うことになっているので、それはこれまでも実務者の協議をやってきていますので、その税制に対するプロジェクトも作りましょうよと。で、加えてその先には、復興財源どうするかという議論も出てきますので、そういう議論をしましょうよというご提案をしました。それから、依然としてさっき私も触れた円高の問題等がございますので、経済対策についてどうするかと、それ少なくとも当面の課題について、意見交換をして知恵を出していきましょうというご提案をさせていただいたわけであります。私はですね、問題意識についてはこれ、十分共有していただいたのではないかと思います。あとは幹事長、政調会長のレベルで、どういう形の仕掛けの中で議論をしていくかというところ、いろいろ党内のご意見とか手続きのもあるようでございますが、そこの一線を早く乗り越えていただいて、早く議論をさせていただければなという強い願望を持っている次第であります。で、解散・総選挙の時期がお話ございました。私はさっき申し上げたような、さまざまなですね、大きな問題が残っている状況の中で、少なくとも復興の問題は今年中にけりがつく話ではありません。今年は第三次補正予算どうするかという議論はありますけれども、引き続き復興に向けての取り組みが必要でありますし、経済についてもこれはこれからも引き続きさまざまな努力が必要であろうと思いますので、政治空白を作れる状況ではないというのが私の基本的な認識でございます。それでは次の方どうぞ。インドさんどうぞ。日本経済新聞担当です。よろしくお願いします。先ほどの関連なんですけれども、税制改正についてご検討を受けましたが、経済政策を可能なく実行していくと、昨日、経団連の梅田さんにそれでおっしゃいましたが、何をやるのもやっぱりその財源が避けて通れないということで、2つ質問したいんですが、復興増税ですね、まず。これはその代表選の時もですね、賛否が分かれまして、争点になっているんですけれども、来年度実施するということについて、その総理は知事にも言及されておりましたが、来年実施、あるいは来年度実施、どちらか分かりませんが、総理はその意向に変わりはないのかということが、もう一つ、税と社会保障、社会保障と税の一体改革なんですが、これに関連して、その2010年半ばまでに、消費税率を 10% まで引き上げるというその関連法案ですね、税法の不足に書いてある通り、来年の3月までに、法案を国会に提出するというその考え方に、変わりはないのか、そしてその法案は、発見を難しいのかしますが、来年通常国会に出すという決意に変わりはないのか、財源なくして政策なしというのは基本的な立場です。復興は大事です。でもそのためのお金をどういう形で捻出をするかということは、合わせてしっかり議論しなければなりません。その際の大事な前提というのは、私2つあると思っていまして、1つは復興の基本方針です。これは閣議決定をこれまでしてまいりました。将来世代に負担を残すんではなくて、今を生きる世代が連帯して負担を分かち合うという、この理念の下で、財源の話をしていくというのが基本です。それからもう一つは復興基本法です。仮に復興債を発行する場合には、その償還の道筋を明らかにするということが、これ、法律に書かれています。で、これは与野党が合意をしたことです。この2つの基本方針と法律に基づいて対応するということが筋だろうと思っています。ということは、徹底した歳出削減の取り組み、税外収入の確保、国有財産の売却、あらゆることをやります。その上で、足りない部分についてはどうするかは、
これは時限的な税制措置を取るというのが、今の2つの基本方針と法律から導き出される結論だというふうに思います。ただし、経済情勢はよく勘案しなければなりません。何が何でも原理主義でということではないんですね。だから、時限的な税制措置を取る場合にも、いつから始めるのか、償還の期間はどれぐらいにするのか、仮に税制措置を取る場合には、期間税をはじめとして検討するということになっていますが、じゃあその組み合わせはどうするのか、これ、さまざまな選択肢が出てくると思います。まあ、今回、新しい体制を早急に作らせていただいて、で政府税調の特に作業部会の議論を早くスタートさせて、その複数の選択肢を早く示していただいて、執行部に提出をしていただくと、そしてそれを踏まえて、与野党の協議をしていくという段取りを取っていきたいというふうに思います。だから税と社会保障については、いろいろ侃侃諤諤の議論がございましたけれども、成案をまとめました。でその成案の中にですね、付則104条に基づいて、税制の抜本改革については、平成23年度中に法律を提出をするということになっています。平成23年度中ということは、来年の3月までに、その準備はきちっとやっていきたいと思います。でこの法律の整備をすることが、即なんとなく増税というイメージを持たれる方がいらっしゃいますけれども、これは方針に書いてあるとおり、成案に書いてあるとおり、2010年代半ばまでに段階的に実施をするわけです。いつから実施をするということは、この成案の中に書いてある業界の取り組みであるとか、経済状況が好転するかどうかとか、そういうことを勘案するわけですので、法律を作ったから即実施だと勘違いをしている方がいらっしゃいますが、そういう今申し上げた成案に書かれていることを法文に書くことによるということが大事であるということで、これは誤解がないようにお願いをしたいと思います。来年度実施、構造税については来年度になっています。来年にするかどうか、だからそのスタート地での指揮、スタート、それから償還期間、これは多様な選択肢の中から出てくるものを選び取っていきたいと思います。次の方どうぞ。じゃあ穴井さんどうぞ。総理、読売新聞の穴井と言います。総理、温暖の政治を乗り越えると、温暖の政治を乗り越えるとおっしゃいましたけれども、今回の人事によってですね、これまでその小沢元代表を中心とした反小沢、脱小沢、不信小沢以上の対立が乗り越えられるというふうにお考えでしょうか。今後その小沢元代表の力を、都内は党員資格証券を解除を求めることもありますけれども、どのように挙党体制を築くというお考えでしょうか。代表選挙の時に怨念の政治はもうやめましょうと、脱なんとかとかですね、反なんとかとか親なんとかっていうのはやめようと、自分たちの行動の正当性を主張するために反とか親とかつけるようなことは好ましくないという思いで申し上げました。そして、代表選挙の結果が出た後にはもうノーサイドにしましょうとお訴えをしました。で言葉だけではなくてですね、やっぱり具体的にどういう形で人事であられるかについては自分なりに心を砕いて、党の党内人事の骨格を決めさせていただき、今日発表させていただいた組閣をしたつもりでございます。評価はどういう形で評価をしていただくかどうか分かりませんが、私なりにはそういう意味での基本を抑えながら、その上で適材適所の人選をさせていただいたつもりであります。これからもそういう姿勢を具体的にやっていきたいというふうに思います。で、講談がなんかこれは過去の執行部が何ヶ月もかけて丁寧にまとめた結論というものをしっかり踏まえるということが原則だと思います。でその上で改めて、そうした経緯というものを新しい体制の中でよくお聞きをしていくという作業も必要だろうと思いますけれども、これは特に何か急変をするとかということではなくて、慌てずにしっかりと旧執行部のお話などを今は聞いていくという作業だろうかと思っています。それでは次の方、ディッキーさんどうぞ。フィナンシャルタイムズの三輪ディッキーです。まず総理ご就任おめでとうございます。エネルギーの政策ですが、今点検などのために停止している原子炉を再び動かすのほど、のはどのぐらい早く再稼働できるでしょうか。それと建設中の原発でまだ出来上がっていないのものは今後、スイッチ入れられることはないでしょうか。新規の建設予定14基あると思いますが、私は新たに作るということは、これはもう現実的には困難だというふうに思います。
そしてそれぞれの炉が寿命が来る廃炉にしていくということになると思います。寿命に来たものを更新をするということはない、廃炉にしていきたいというふうに思います。でその上で、当面の話です。今これは基本的な姿勢ですよね。だ当面の問題なんですけれども、これはさっきの冒頭のですね、ご挨拶のところにも触れたように、ストレステストを含めて安全性を厳格にチェックした上で稼働できると思ったものについては、これは地元の皆様のご理解をいただくためにしっかりと地元の皆様にご説明をしながら再稼働をしていって、特にこの夏と冬については、これは電力の需給関係を見るとなんとか乗り越えることができると思いますが、来年についてはちょっと幾分心配なところがございますので、そういうことで再稼働できるものについてはしっかりとチェックをした上でですよ、安易ではありません。安全性をしっかりチェックした上で再稼働に向けての環境整備、特に地元のご理解をいただくということを当面はやっていくことが必要だろうというふうに思っています。次の方どうぞ。それでは松浦さんどうぞ。共同通信の松浦です。よろしくお願いします。総理は在任中に、靖国神社を参拝するお考えは、ありますでしょうか。でまたそのするしないのその理由もお聞かせください。それと総理は2005年に永久戦犯は戦争犯罪人ではないという趣旨 の質問収支を提出されておりますけれども、これは東京裁判を否定する趣旨なんでしょうか。それでその永久戦犯については、道義的責任と何らかの責任は何もないというふうにお考えなんでしょうか。どうでしょう。前段靖国参拝するかどうかですけど、これはこれまでの内閣 の路線を継承して、総理、閣僚、公式参拝はしたいということをしていきたいというふうに思います。いろんなお考えはあると思いますけれども、いわゆる国際政治等々総合判断をすることによって、そうしたことが必要だろうというふうに思います。で2005年の私の、質問収集についての背景、考え方についてのお尋ねでございました。一人の政治家としてのいわゆる法的解釈に基づいて、永久戦犯と言われた人たちの法的な立場の確認をするという意味での、質問収集を私は作りました。政府の立場でございますので、出てきた答弁書を踏まえて対応するというのが基本的な私の姿勢であります。したがって東京 裁判云々ということではなくて、まさに法的な解釈基づく法的な立場の確認をしたという質問収集だとご理解できたいと思います。次の方どうぞ。神保さんどうぞ。原発の神保です。原発の再稼働についてちょっと、ビデオニュースの神保です。原発の再稼働についてちょっと追加で質問したいんですが、総理は今、ストレステストで、稼働できるものをしっかりとチェックした上で稼働されるとおっしゃいましたが、現時点でですね、そのストレステストの結果を強化する体制も事前として、今まで通りの、保安員が原発所の内部にあるというような今まで通りの体制になっています。それで4月から、これを変えるという計画があるということは存じ上げておりますが、それまでの間現在の体制のままでストレステストの強化をして、それをしっかりとチェックをしたら、再稼働されるというおつもりなのか、それとも、その体制がきちんとできてから初めてそのしっかりとしたチェックというものが可能になるとお考えなのか、このようにお願いします。現体制でのチェックに対する信頼感というのは、私は多分国民の皆さんはそんなにないと思うんです。じゃあ来年の4月まで待てるのかと、環境省の中に置いてという対応が待てるのかというと、それでは遅すぎると思うんです。じゃあちょうど過渡的なんですよね。過渡的な中で国民の皆様の不安をなくすためにどういう形のものができるかということを、これは原発担当大臣含めてですね、しっかりとちょっと議論をしながら早急に詰めていきたいというふうに思います。次の方どうぞ。佐藤さんどうぞ。日本テレビの佐藤です。よろしくお願いします。今回のですね、役員人事、閣僚人事見てまして、やはりかなり党内のバランスに配慮したなというふうに個人的に思ってるんですけれども、総理自身はですね、今回の人事の狙い、どこに重点を置いたのか、また世間ではもうナマズ内閣と言われてるんですけれども、ご自分でニックネームつけるとしたら、どういう名前つけられるか、お願いします。いろんなですね、バランスは考えたことは事実ですが、基本的には適材適所なんです。適材適所。
ぱりさっき申し上げたようにいろんな課題を日本は抱えている中で、どの方がこの分野で力強く力を発揮していただけるのがいいのかなということがもちろん最終的な基準でありますので、適材適所の中でさまざまな要素をバランスよく考えたということです。でそれをどう評価していくかどうかは、これは皆様の受け止め方だと思いますので、大体それぞれの社内もいろんな人事があると思いますが、万人が納得する人事じゃなかなかありませんよね。その中でも私なりの判断で決めさせていただきました。で、キャッチフレーズ、スローガン、これ私はあえて言いません。自分も選挙やってると自分の勝手のスローガンやるんです。浸透するとは思いません。歴代の内閣もいろんなことをキャッチフレーズ作りました。そのままそうだったかというと決してそうじゃないですよね。あえてそういうことは言いません。まして土壌だナマズだっていう話はしません。これは我々が黙々と仕事した中でですね、泥臭く仕事した中で、政治を前進させた中で、国民の皆さんがどういう評価するか、そこから出てくる言葉が本物だと思いますので、これはむしろ国民の皆様にいずれ名付けていただくような内閣という位置づけにしたいと思います。次の方どうぞ。畔蒜さんどうぞ。産経新聞の畔蒜と申します。ですね、民主党政権になって今回で拉致担当層がもう5人目になるということで、家族会の皆さんも少々がっかりしてらっしゃるようですけれども、今回菅さんが辞める直前になってですね、北朝鮮に誤ったメッセージを送りかえない朝鮮学校の無償化の検討指示を、されました。これについてはですね、拉致問題の何の進展もなくですね、こういう状況下にある中で突然こういうことを言われるということに対してですね、北朝鮮に対して日本が何かこうおかしいことをメッセージを送るという指摘があります。総理はこの菅さんの指示をですね、見直すお考えなどありませんでしょうか。まず拉致問題担当の閣僚がコロコロ変わる、これ拉致問題だけではなくてですね、本当に申し訳ないですけど、さまざまな分野の閣僚が、割と早い時期に交代せざるを得なくなったこと、拉致問題も含めてですね、その、継続性という意味で、まず信頼を取り戻していくことが黒田内閣の最初の課題かなというふうに受け止めています。で今のいわゆる朝鮮学校の問題でありますけれども、これ8月29日に李官総理から文科大臣に指示をされたということと使用地をしています。でその背景としては、昨年の11月に砲撃事件がございました。その後そういう軍事的な動きがなかったということと、それから7月の米朝の対話、南北の対話等のそういう機運を含めて、少し環境が砲撃の前に戻りつつあるんではないかという、そういう判断があったのではないかと思います。推察をいたします。しかし、これからの手続きはこれ文科大臣が行うんですね。その審査をして、私は厳正に審査をしていただきたいというふうに思っています。次の方どうぞ。島田さんどうぞ。フリーランスの島田と申します。よろしくお願いします。フリーランスの島田と申します。よろしくお願いします。就任おめでとうございます。円高対策について伺いたいんですけれども、これまで財務大臣としてですね、円高介入を視察として行っておりました。ただその円高介入がその円高にちゃんと効果があったかどうかというのはまだかなり不安な部分がありまして、この先その大臣、総理大臣としてですね、その円高の対策としてその例えば金融政策も合わせてやるとかですね、もう少し包括的な大きな流れで、考えがあればお聞かせください。私、財務大臣中、昨年の9月と、そして今年の3月と、で8月と、3回単独、協調、単独と、介入させていただきました。その効果については、これはもう皆さんのご判断を仰ぎたいと思いますけれども、急激な変動があったとき、いわゆる過度な変動ですね、あるいは無秩序な動きがあったときの対応として、私はそれは一定の政策効果があったというふうに思います。ただし、その流れが、いわゆる過度な変動とかですね、あるいは無秩序な動きとは違う、もっと底堅い流れについての対応が、多分今、ご指摘の、いわゆるご懸念の手段だろうと思います。で一つには、さっきこれから三次補正も含めて経済対策を講じなければいけないといった中でですね、まさに企業の立地補助金であるとか、あるいは中小企業の金融支援とか、等々やっていかなければならないと思います。あるいは、いわゆる円高メリットを生かした方策、これまでもやってきましたが、それをやっていきたいと思います。もう一つ、やっぱり大事な視点はですね、金融政策なんだろうと思います。私はこれ、問題意識は日本銀行も相当持っていただいていると思いますし、
私どもが介入したときにもですね、いわゆる資産改例については、大幅に拡充をするような、そういう政策も出していただきました。これからも緊密に連携を取りながら、問題意識を共有をしながらですね、金融政策自体はこれ、日銀がやるわけでありますけれども、我々とまさに問題意識を共有しながら、適時適切に対応していただけるように、そして日本経済を金融から下支えしていただくように、しっかり強調していきたいというふうに考えております。次の方どうぞ。坂尻さんどうぞ。朝日新聞の坂尻といいます。今日は野田総理として初めての記者会見ですので、大体伺わせていただきます。それは総理に対するぶら下がりの取材というものについてです。これは自民党の政権時代からですね、平日は毎日総理が立ち止まった形になっていただいて、問いかけに答えていただくということをしておりまして、これは政権交代後、鳩山政権、菅政権も基本的に踏襲していただきました。ただ残念なことに菅政権の際、前任の菅さんはですね、東日本大震災の発生で多忙になったという理由で途中で打ち切られてしまいました。でその後再三にわたって、元に戻すことを求めていたんですけれども、最後まで聞いていただけなかったという経緯がございます。で、もちろん野田総理も国民との対話重視されていることと思いますし、目下のところ震災復興は勝負の急ではありますが、毎日のように危機管理センターを設置するというような状況は脱したのではないかというふうに見ております。ですからこの際ですね、我々の問いかけに対して、きちんと立ち止まって答えていただくという機会をその元のように戻していただきたいと思っているんですが、その点について総理の考えを聞かせてください。そういうご要請があったというふうに受け止まりました。ただ前任の菅さんもさまざまなお考えがあって対応されたんだろうと思いますので、菅さんからよくそのお考えの背景であるとか、お聞きをしながら検討をさせていただきたいというふうに思います。次の方どうぞ。田中さんどうぞ。毎日新聞の田中です。原発に関して伺います。先ほど総理は古い原発について更新せず配慮していくとおっしゃいました。でその一方で新増設については、現実的には難しいだろうということ でそうするとですね、総理として長期的将来的な社会経済社会を考えた場合に、将来的には原子力発電は、に頼らずに、社会を運営していくということまで視野に入れたことでそういうふうにおっしゃってるんでしょうか。その点をお聞かせください。頼らずにというのはそうですね、脱原子力依存ということは頼らずにと、将来的ですよ。今申し上げたように寿命が来たら廃炉、新規は無理という一つの基本的な流れで、合わせて新しいエネルギーの開発、自然エネルギーの大々的普及、あるいは省エネ社会を着実に推進をさせるという、その流れの中で、これ、きっちりとですね、丁寧にエネルギーの基本的な計画を作り上げていかなければいけないというふうに思います。そして、国民の不安をやはり取り除く形のですね、まさにエネルギーのベストミックスというものをぜひ構築をしていきたいというふうに考えています。という中長期的な話と、で当面の問題はさっき言った通りであります。すぐに依存を完全にゼロというのは無理ですから、時系列的にこれ整合的な話になるような、ね、ものにしていきたいなというふうに思います。次の方どうぞ。じゃあ山崎さんどうぞ。はい、テレビ朝日山崎です。TPP についてお伺いします。今回ですね、経済産業大臣に任命されました八郎さんは、ご存知の通り、農業関係の出身の方で、TPP はどちらかというと慎重な方と思うんですけども、この方を起用したのは今後そういうふうに TPP を変えていくというメッセージなのか、それとも今後ですね、 TPP については、今年11月にハワイの APEC もありますけれども、今後どういうふうに推進していくでしょうか。別に八郎さんの起用をTPP に慎重にしろとか反対しろという立場で起用しているわけではありません。八郎さんはご自身のいろんなお考えを持ちながらもしっかりと現実的な対応をする方だということでございますので、例えば原発の問題もあるいは TPP の問題もしっかりさまざまな意見を聞きながら対応していただける方だというふうに思っていますので、一定のそういう色カラーで選んでいるということではございません。で TPP についてはこれ従来からの政府の方針通りですね、しっかり情報収集をしながら、そしてその総合的な判断をする、早期に結論を得るということをしていきたいというふうに思います。予定した時間が迫っておりますので、最後の質問とさせていただきます。それでは三浦さんどうぞ。はい、東京新聞の三浦と申します。よろしくお願いします。
復興増税と消費税についてお尋ねしたいんですが、先ほどその償還の時期、あるいは税率引き上げの時期については留保を考えましたけれども、長い目で見れば、増税が行わないかという不安の多くの国民が抱いていると思います。その一方で、その総理は中間層の厚みを増していくとおっしゃいましたけれども、長い目で増税という流れができる中で、どうやって中間層の厚みを増していくのか、その点についてお考えしてください。これは例えば増税だと全部国民生活がマイナスという前提だと思います。で、税負担をお願いをすることによって、それは当然家計に影響がする、どの税目を触るかによっては違いますけどもね。でもそういう形でじゃあ作ったお金をどういう分野に投資をするのか、そこからまさに景気にが上向くという要素もあるわけであります。生きたお金を使っていくという方向で、そして内外の信任を得るということ等々、総合的な判断をしたときのプラスマイナスを考えるべきだろうと思いますし、特に経済への影響が心配ならば、それはなるべくなだらかなやり方ということもあるだろうと思います。で、問題は財源なくして政策なしと私申し上げました。じゃあそういう形じゃなかったら将来の世代に負担を負わせるのかという議論になります。で、その問題は大震災によって本当に大変な日本はと、復旧してほしい、復興してほしいと思っている国々がありますが、一方でそれぞれの国が財政健全化職務取り組んでいるときに、日本の財政規律はどうなのかと見られた場合に、妙な判断をされることは、これは避けなければなりませんという、成長とそしてまさに財政のバランスを取るということが、私どもの一番の政権の課題と申し上げましたけれども、今の復興の問題も税と社会保障の問題も、具体的なテーマとしては、これをどうやっていくかということが、まさに回答が一番大事、どういう回答を出すかが大事だというふうに思っているということであります。それではこれをもちまして、総理会見を終わらせていただきます。どうもご協力大変ありがとうございました。